ますか？グミの形は中ぐらい、中ぐらい、中ぐらいっていうか、ちょっと小さめのやつです。小さめの形です。で、今日食べるグミは普通のグミじゃありません。なんとチロリ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 じゃん、でっかいグミです。顔見えないし。はい、今日のガムは、ガムじゃなくて、今日のグミは負けんグミ、じゃんけんポンというグミです。ここにぐるぐるじゃんけんグミだよって書いています。で、ちょっと見えない、ちょっと大きいかちょっと見える人もいるんですけど、これ後で言います。じゃあ開けてみましょう。じゃあどこから開けるのか、ちょっと調べるため、調べて、ほらハサミ切ろっか。どこから切る、じゃあハサミで切ろっか。ハサミは、それじゃあ開けます。あれ、ハサミいらなくてもよかった。ここ開ける、開けるところだった。ちょっともうモコってなってるから、モコっていうかなんか沈んでる感じみたい。あ、開けた。はい、じゃあ開けてみます。ちょっと見えちゃうんだけど、うわ、めっちゃコーラ味の匂いする。味はコーラ味です。言ってなかった。じゃあ行くよ、せーので、ふー、あれ取れない、せーので、うん、なんだ、待って、せーので、イエーイ、うわー、すごっ、じゃじゃーん、こんなグミです。カチ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 、触らなくてもいいじゃんこれ。あ、わかった、これ開くんだ、これで何を出してるかって言ったパーでーす。ここに星っていうか、なんか星みたいなやつですね。じゃあ早速開けてみましょう。せーので、あれ、どこかな、あ、こっちか。せーので、オープン、買った。あ、ここセロハンテープっていうか、セロハンテープついてるか、ついてるのか、テープが取れないし、じゃあもうハサミで切るしかない。オッケー、で、ここも、よし、オッケー、だけを、せーの、ここは全然開けれないんだよね。ね、開けれない。開けれないし、しかも硬い。これ力入れないといけない。これから子供の力を見せます。わ、ひっついてる。やばい、ひっついてるんですけど。どうやって取ればいい？処理して、うわ、泣くんですけど。はい、開けれました。なんか子がブヨンブヨンになっちゃいました。それでは開けたいと、それでは食べたいと思います。いただきます。じゃあもうそしたら何か食べよう。じゃあこの星みたいなやつ、うわ、ネチョネチョしてる。押していけばいいんだ、押してやろう、押して
どうやって取るのこれ。いや、まあいいや、負けちゃいな。じゃあもう取れます。ぐるぐるしてる、ぐねぐね。なんか雨の日になんか出てくる虫、テントウムシ、あ、テントウムシじゃなくてカタツムリだ、カタツムリみたいな感じ。ネチョネチョして取れないんですけど、ちょっと手のところがさ、取れた。しかもさ、ここは取れないんだよね、ぐるぐるのところがひっついちゃって、もうグミとグミひっついちゃってさ。これ切れないね、すごいよこれ。もう取るの大変だから、もうそのまま食べちゃう。それではいただきます。おいしい。この味はね、普通のコーラ味です。けどこれコーラ味だからね、もう一個味、この味はグミの味、普通のグミの味と同じだって、これグミだからね。コーラ味酸っぱくないのになんで酸っぱいの。おお酸っぱい甘い、おお酸っぱい甘い。このグミは大きすぎて一人で食べきれないので、後でゆっくり食べます。サナチャンネルまた見てね、バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。テレビいいのもしてね。また次回のサナチャンネルへ。FM 倉敷でサナと桃田海賊団と一緒に遊ぼうの番組が始まります。毎週月曜夜6時から6時15分までの放送です。それそれどんな番組なの。ゲスト出演やキッズソング、イベント紹介など親子で楽しめる内容が盛りだくさんです。サナと桃田海賊団と一緒に遊ぼう、ぜひ聞いてね。両手のひらを合わせたら大好物のどら焼きが瀬戸内海の優しい海賊も